ちは。今日はお友達からのね、素敵便が届いたので、そちらの紹介になります。すっごい大きな箱で、見てください。すごいびっしり入ってます。あ、かわいい。これをね、紹介していきたいと思います。はい、それでは、一個一個ね、見ていきたいと思います。もうね、今ちょっと出してみたんですけど、もうね、楽しみでワクワクしかないです。まずね、こちらのお手紙が、もうすごい可愛いコラージュしてあって、でね、この開けるところ、こんな感じで、ここにこういう感じで、すごい参考になりますね。可愛い。もうお手紙からして可愛い。ありがとうございます。で、一個一個見ていくんですけど、まずこちらです。めっちゃ可愛い。これも、キティちゃんの50周年記念の、これなんだろう。ちょっと開けてみますね。なんかもういろんなところでキティちゃんの50周年やってるんですね。これ、読めない。白、か、ね。白がね。かわいい。とても貴重ですね。紙袋。じゃーん。かわいい。やっぱりみんな被ってる。あ、かわいい。横に巻いた。かわいいですね。これ嬉しい。なんだろう。ちょっと開けてみますね。あ、チョコレート？あ、違う。何これ？ラズベリー。あ、やっぱりチョコレートに、ラズベリーの果肉が入ってるんですね。美味しそう。しかもこのラッピングの包装紙まで。かわいい。しかもこの缶が嬉しすぎる。すごいかわいいですね。ありがとう。あ、これはすごい嬉しい。貴重だわ。かわいい。ありがとう。で、続いて、こちら行きます。こちらのカフェウサギ。何が出るかな？あ、これ手紙に書いてあったやつだ、多分。なんかガチャガチャかな？かわいい。こんな細かいところにも貼ってある。このね、ツンちゃんのはもう、なんだろう。端から端までかわいいんですよ、本当に。毎回。いろいろ参考になるし。じゃーん！ガチャガチャだ！開けてみよう。何が出るかな。ちなみにずんちゃんはゾウさんだったんですって。え、なんだろう。リスでいいのかな。ミルクボーロ、かわいい。ゾウさん、あ、ゾウさんがいる。あ、私やっぱりリスですね。リスでした。私ミルクボーロ、かわいい。ポーチだ。ポーチ大好き。こんな感じのリスだ。かわいい。後ろもかわいい。バンダイ、はい、楽しい。これやっぱガチャガチャ楽しいですね。ありがとうございます。こちらとガチャガチャ、続いてこれいこうかな。じゃーん、かわいい。すごい綺麗な紐。なんかラッピング可愛いと、ほんと開けたくない。開けるけど。すごい綺麗な、引き揃えっていうのかな。この色合いすごい好きです。綺麗。いろんなのが混ざってる。すごい綺麗。はい。
ゃーん。このね、かわいい細かいシールとかかわいいですよね。かわいい。ちょっとこれしまっちゃいますね。かわいい。あ、これはね、貼ってありますよ。貼ってて、このファミリーを持ってる感じになってる。蝶々のマステでした。かわいい。私蝶々大好きだから、あの素材としてすごい好きなんですよ。本物の蝶々は無理なんですけど綺麗、ありがとう。かわいい蝶々と、この袋がね、すごいいい音で、こちらです。あ、ここにも蝶々がついてる。お、ストーン付きですよ。綺麗。こんな感じ。これこうやって付けるのかな？こういうクリップに。これいいですね。かわいい。このペーパーがすごい、なんだろう、ちょっとね、薄めなんですけど、だからすごいいい音して、なんかかわいい、バーバリーっぽくて、クマクマクマですね。すごいちっちゃい。あ、これキティちゃんのプレフェじゃないですか。貴重なもの。すごいちゃんとついてる。あ、シールですね。おお、かわいい。あ、ハッピーバースデーのシール入れてくれてる。嬉しい、ありがとう。そう、今回バースデー便も、バースデー便ということで送ってくれて、めっちゃかわいい。このあの、何これ、うさぎ、うさぎ大好き。え、これ死んじゃったわけじゃないよね。魂が抜けたような、もう疲れたって感じなんですかね。かわいい、ありがとう。こういうのもほぼに手帳に使おう。しかもハッピーバースデーって書いてある。ありがとう。この袋すごい可愛いですね。この貴重なキティちゃんのトレペ。で、こちらがこれ、メメさんのメモかな。メモで作った。可愛い。何このうさぎ、まんじゅううさぎみたい。なくまさんもいました。かわいい、初めて見た。なんかお団子みたいな。え、なにこれ、謎、謎だけど激カワです。すごいかわいい、かわいい、ありがとう。もうどんどんこういうのを使おう。なんか私この間ね、病気して思ったんですよ。このまま死んじゃったら、こういう素材を使えないで終わるとか思うと、どんどん使おうと思って。ここすごい、こういうあの折り紙の、ここハートにこうやって入れる感じ、すごくないですか。これすごい、かわいい。なんで豚が最初にいるんだろう。これ絶対ね、豚を最初に入れてるんですよ。かわいすぎる。いや、これほんとかわいい。カバー、カバーかわいい。なんか私もかわいいしか言ってない気がする、最近の素敵に。でもほんとにかわいいからいいですよね。かわいい、あ、また言った。ブタさん、これがね、また先頭に来てるっていうのが、うん、面白い。
これステッカーでいろいろでしたね。ありがとう。かわいい。ピカピカしてる。すごい。本当に見たことない。なんていうんですか。シールばっかりで。こういうのもどんどん使わせてもらおう。ちょっととりあえず戻しますね。こちらと、これマステね。あ、ここに入ってた。続いて、これいこうかな。あ、これいこうかな。これって言ってももう見えてるんですけど、お菓子でーす。うれぴー。何これ。ちょっと開けてみます。でもね、これね、本当に見てください、これ。こうやってね、持ち手でリボン。だからこれ開けたくないなと思って。ちょっとこのまま置いといていいですか？後ろから見えた、トゥフィーナッツラテ。トゥフィーラッツナテ。初めて見たんですけど。バターとナッツの豊かな味わい。美味しそう。と、このホワイトチョコ入ってるクッキーと、深入りブレンド。ありがとう。これはもう、ゆっくりお茶するとき楽しもうと思います。これ楽しみ、初めて見た。トゥフィーナッツラテ。シャレたのはあるんですね。これすごくないですか？ちゃんとね、こうやってくるくるってやってリボン入れたのかな、ね、こういう発想がやっぱすごいんですよ。ちょっとこのまましばらく飾らせてもらいます。で、続いてどうしようかな。これいこうかな。じゃーん、長い。久々のどうなってんだ。あ、これワックスペーパーですかね。あ、確かにこういう使い方いいですね。ワックスペーパー最近あんま使ってなかったから。されてる。綺麗。これワックスペーパーですよね。あ、こういう使い方もすごく勉強になりますね。じゃーん。素敵だー。すごーい。これね、そう、作ってるの聞いていたんですけど、すっごいんですよ、これ。クリアファイル、なんて言うんでしたっけ、クリア、なんて言うんだ、クリアファイルでいいのかな。それをね、こうやって作って、すごくないですか？んで、今流行りのこのペットシールをふんだんに使ってる、すごい！すごい、これ。めっちゃ綺麗。こういう使い方いいですね。さすがですよ。このペットシール。一回これ全部出しちゃいますね。出した方が見やすいかも。こんな感じです。すごい、綺麗。しかもこの使い方がまた、おしゃれ。ピンクのこのベリベリ。すごい、ちゃんとこうやってしてあって。になるわ。で、こちらすごくないですか？めちゃめちゃ素敵。綺麗だけど私ね、使い方が難しいんですよ、このペット素材の。でもすごいうまく使ってる。さすがだわ。で、この後ろキラキラ。これどうなってんの？これこういうクリアファイルなのかな？なんかもうわかんないです。
こういうものなのか、こうやって作ったのかってぐらいもうクオリティがすごすぎて、コラージュのかわいい、すごい、いやもうずっと見てたいこれすごいですね。え、これ私も参考にさせてもらおう。もう強度もすごいあるし、あのクリアファイルなのでね、これいいですね、さすがだわ。あ、これ横もこうやって貼ってあるんだ。結構あの厚手のペーパーを、おーすごい、さすがです。シールがいっぱい入ってます。じゃーん、これ貼ってくれたのかな、あのこういうシールなのかわかんない、もうなんかクオリティがいつも高いから。かわいい、初めて見たこれ。で、はい、たくさん、チケット風のすごいたくさん入ってる。もうすごいたくさんたくさん、かわいい。これなんだっけ、なんか作家さんが本当この辺まで出てきてんだけどわからない。これここに貼ったってやつかな。これはあ、さっきのあれと同じかな。すごいこうやってうまく使ってるから、それがすごいなと思って、ね、これ使ってますよね。かわいい、あこれこれこれ、ここにあったし、でこの女の子、うーん、いやうまいな、やっぱり使い方が参考になる。キラキラです、キラキラに反応しちゃいますね。綺麗、すごいたくさん、嬉しい。これハートの、わあ綺麗、オーロラで、おお素敵。あこれこうやって綺麗、こういうの横に貼ってあるのかな、こういう感じの。ちょっと私も作ってみたいです、こういうのね、すごい素敵。これ綺麗すぎる、わーすごいな、綺麗。これを使って私もそのクリアファイル、クリアファイルでいいのかな、名前なんか違う気がするね、作ってみたいな。これもすごいおしゃれなステッカーです。シールがいっぱいだ、嬉しい、もうシール大好きだから、素敵。綺麗、キラキラで、うさちゃん、これこうやってやるやつかな。
すごいキラキラで可愛い。なんかうさぎさん多くて本当可愛いですね。あ、これ当てのシールみたいな感じかな。嬉しい、これ。あ、メモなんだ、メモ。すごい。可愛いし、使いやすそうですね。もうこれシールになってるから。うん。すごいたくさん、めちゃめちゃたくさん、ありがとう。貴重だわ、これ。嬉しい。私あんま、そう、こういう長細いシールあんま買ってなかったからな。すごい、すごい量がここに入っちゃうんですよ。だから、強度っていうか、なんていうんだろう。収納力もすごいですよね、これ。これすごいな、これ。長細いのじゃなくても、いろんな形作れますもんね。で、この今流行りのこのペットシールがすごい活かされて。すごい。このアイデアはすごいわ。で、こんな感じです。すごい綺麗。これずっと見ちゃうな。ありがとう。めっちゃ素敵。はい、こちらと、続いてどれ行こうかな。もう全部楽しみだな。これ行こうかな。この、くるくるリボン、こちらを開けていきたいと思います。ハンドメイドがすごいからね、すごいんで毎回本当に楽しみだし参考になるんですよね。お、これはなんだ、手みたいのがある。あ、かわいい、スヌーピーでした。手みたいのがあるとか言って、なにこれ、スヌーピークリスマスデコレーションポット、ポット、かわいい、ね、この上から見るスヌーピー、ちょっと開けてみよう。ポットってなんだろう。あ、切れちゃった。いいのかな。ちょっと。ここで一回切ってみる。かわいい、スヌーピーのこんな感じのクッキーが入ってました。結構分厚い、おいしそう。でね、これがポット、こういう感じのポットなんだ。なんかね、ここにゴムがついててシポって入りますこんな感じ、かわいい。上から見るスヌーピーってめったにないですからね、かわいい。はい、これなんか入れ物に使えるし、かわいい、ありがとう。何度も見ちゃう。上から見るスヌーピー、かわいい。はい。で、続いてこれいこうかな。こちら、じゃーん。切っていきます。切手風の。なんか紙物ならではですね、このラッピングまで楽しめるっていうの。ここじゃないときはもう普通になんか中身を見たいからガーって開けてましたもんね。やっぱ紙物でこうやってラッピングも楽しいですもんね。はい、あ、かわいい、なんか箱っぽい、じゃーん。おー、すごい、手作りの箱でした、うん、こんな感じです。かわいい。これ、ここにこれついてて、スライドするんですね。しかもこれが、すごい綺麗。じゃーん。おー、こういう箱なんですね。あ、いいですね、これ。こうやってスライドすると、こんな感じです。これはすごい、みんなすごいな、この箱を作れるって。私には作れないのですごいいつも感動しちゃうんですよ。これがすごい、この金具初めて見たんですけど、
この金具素敵、すごいなこれ、一から手作りの箱ですもんね、素晴らしい、かわいい、ありがとう。これなんだっけ、あのパスケース、私ねこれ最近の素敵品で多分同じのだと思うんだけどいただいたんですよ。でもこれはね、あの可愛いのでもうぜひぜひ嬉しいぜひぜひとか言ってもうこれは嬉しい、全然いろんな意味のあれで使える、だからパスケースで使ったり、あとはよく使うそのカード類をここに入れてもいいですもんね。これしかもねすごい柔らかくて取りやすい、安いし可愛いんですよ。しかもメイコの M つけてくれてる可愛い、これねほんと可愛い。でこの中にはおーシールだ、すごい可愛い、これ初めて見た、トマトガールちゃん、めちゃめちゃかわいい、これはすごいかわいい、キラキラなんですよ、いやかわいい、これは嬉しいな、すごいありがとう。これで私あのクリアケースで作ってみたい、このトマトガールちゃんで、この感じまで、じゃん、こっちもシールです、いやシール嬉しい、クマさんが、あ、可愛い女の子もフェアリー、フェアリーレディさんのですかね、フェアリー、あ、レディって書いてある、おーありがとう、いいな、こういうシールでもいいですね、こうやってクリップにこうやってつけてくれてるんですね、こういうクリップかと思ったけど、これこんな感じで、うん、かわいい、そう、この間もこうやって使っててすごいこれいいなと思ったんです。これステッカー、ステッカーをこういう感じで、なんていうんですか、これヘッダーみたいに使って、うん、でこちらがかわいい女の人、あ、こっちもコラージュしてある、おおすごい、箔押しが入ってる素材です、素敵、すごい好きですこれ、なんかどんどん紙物も進化してますね、
ごい素敵、ありがとう。これはコラージュにたくさん使いたいです。初めて見たこの素材、これなんか自分も欲しいです。お迎えしたい。はい、でこちらがかわいい、ちょっと切れちゃった。あ、でも綺麗に入ってたからかわいい。レースです。あ、嬉しい、ありがとう。結構厚みのあるレースですね。レースの厚紙もこうやって紙物使ってくれてる、かわいい。はい、これがこんな感じでかわいい。これ嬉しい。こうやって入ってたんだっけな。これも入ってたんだ。ぴったり入るんだ、ね。結構入るんですよね。かわいい、ありがとう。これも使わせてもらおう。はい、これも使わせてもらいます。で、この引き出しに、すごいな、これ。しかし、すごいな、これ。ハコリメイクじゃないんですよね。一から作ってんだよな、すごいな。はい、こんな感じの素敵な箱でした。はい、で続いてこれいこうかな。じゃーん。はい、続いてこちらです。これね、つい最近私もお迎えしたんですけど、すごい、これ合ってますね、この袋に。うん、すごい綺麗。やっぱこうやって使うといいですね。参考になる。素敵な袋。これが。で、ここには。あ、すごい、かわいい。すごい、ドンと、かわいい。何でした、ブラシちゃん。このリボンもかわいいけど、ちょっと外しちゃいます。くるくるしてくれたのかな、これかわいい、ね、細かいところまで本当にいつも手が込んでますよね。これは、あ、なにこれ、かわいい。すごい、すごい、すごい、じゃーん。すごい、かわいい。なんだろうこれ、作ったの。おお、これトマトガールちゃんの、なんていうんですか、モフモフなんです。ふかふか、すごい。これ作ったのかな。でもすごいですよ、裏までビニールになってて、ここもビニール、すごい。ここがパッチンってやる。これお薬手帳ですかね。いや、ありがとう。すごい、かわいい。すごい、かわいい。ちょっと感動です、これ。かわいすぎる。ありがとう。この布もすごくないですか。トマトガールちゃんのがあるんだってありがとう。どうしたんだろうこれ。こういうの見つけたのか、これ作ってくれたのか、ちょっと後で聞いてみよう。かわいい、すごい、すごい。出しとこう。はい、続いてこっち。あ、ちょっとびっくりした、すごいびっくりこのお目目見てください。そう、やっぱこういう楽しいコラージュもするんですよね、このちゅんちゃんかわいい。これやばくないですか目すごい、
すがだわ。あ、これもすごい。このステッカー使い方すごい難しいなと思ってたんですけど、こうやって使うのか勉強になるわ。やだ、これすごい。しかもなんかちょっと合ってるんですよね、この赤目のうさぎさんみたいで。すごい。この中にはこれすごいな。ちょっとこれ取っとこう。この中にはこんな感じでこうか。おお、すごい、今びっくりした。カードかと思ったら、このコラージュも素敵だし。じゃーん、これ作ったん、うん、これは作ってる。すごい、すごくないですか、この 3D。 おー、すごい、まじまじ見ちゃう。じゃーん、この飛び出るこのね、これも素敵ですね。じゃーん、ここには、あ、かわいい、すごい、楽しい、何度もやっちゃう。で、ここにはメモが入ってます。素敵なメモが。これどうなってるのかめっちゃ見ちゃうけど、本当にすごい。はい、こんな感じのカードですね。で、こちらが、またまた可愛い、すごい。これ、あ、鍵だ、ここ、こんなちっちゃい鍵。うまく見せれないですけど、すごい、やっぱこういうところが本当可愛いですよね。しかもこれ、あの目隠しシート貼ってあるから綺麗、可愛い。これに、すごい、これよく考えたな。これすごい可愛いですね。おお、ね、クマちゃん貼ってあったり、これだけじゃないんですもんね、こういうワンポイント、すごい、これいいですね、これ、かわいい。はい、で、この中にはこんな感じのクマちゃんです。かわいい、もみの木だ。参考にさせてもらおう。かわいい。で、この中にクマちゃん。で、このチャームみたいな。いいですね、こういうの。ハンドメイド感があって、すごくかわいい。はい。で、まだまだある。じゃーん。これ何？あ、ちょっとこれ、面白い。私には分かった。これやって、いきますよ。じゃん。キスしてるから隠してるんですね、こういう感じで。すごい、やっぱ発想が面白いですよね。じゃん。かわいい。一応ね、隠しとこう。このペーパーすごいかわいい、この色合いとか。でね、ここまたこういう感じで、これいいですね、この止めるの。うん、これすごく好き、こういう感じ。よく考えるな、みんな。しかもこれなんだろう、すごいツルツルしてて結構強い感じ。
もう一回見てみますか、注意をしているところ。はい一応隠して、箱の中にはこのねペーパーめっちゃ可愛いですけど、すごいほらこんな感じの色合いで。でこの中にはこれがやっぱり可愛い、これこんな感じのピンになってます。これ可愛い。こういうチャームって結構あの買うんですけど、あのチャームを作ろうと思っちゃうんですよね。でもこうやってやると本当可愛いですね。うん、参考になりますね。でこんな感じです。すごいお城がある。これステッカーかな、ステッカーというかカードですね。かわいい。しかもなんかここ角が丸くなってる。うん、カードですね。すごいかわいい。ペコペッ、かわいい。こういうステッカーなんで、ステッカーではないんですけど、カードなんだけど、すごい丁寧なカードって感じで。で、この女の子たち、めっちゃ可愛いですよ。確かにステッカーじゃなくても、ね、これ、自分で切り取るからいいかも。おしゃれ。ありがとう。すごい可愛い。私好みです。この子とか。はい。このステッカー初めて見ました。ステッカーじゃないカード、うん、でこうなってて綺麗。でこちらとでこの中にメモが入ってます。素材に使えるようなメモなんだ。これ長いやつ可愛いですよね。これフェアリーレディさん、はい、すごいたくさんだ。可愛いがたくさん。どこに入っ、これ目に入ってたんでしたっけ。目に入ってた、目に入れときました。もう一回目見ます。じゃーん、かわいい。違う、あ、これに入ってたんだ。ちょっともう一回見ますか、チューしてるところ。かわいい。これこれこういうステッカーなんですね。これ自分でつけたわけじゃなくて、へえ、こういうステッカーもあるんだ。すごい。せっかくなのでまた隠しときます、はい、この中に入ってたんですね。すごい、もういろいろハンドメイドがすごくてめちゃめちゃ楽しい。やっぱね、楽しいですよね。でこれがこういう感じ。かわいい。すごいわ、発想が。この辺いっぱいになってきたからちょっとずらしますね。すごい長い動画になっちゃうけども、じっくり見たいのでお時間のある時にじっくり見ていただければなっていう感じです。続いてこちら行きます。これもねこうやってペーパーなんですけど、ちゃんとこうやって細かく貼ってあってかわいい。このペーパーすごい、家みたいなペーパーなのかな、気になる。すごい量のステッカーが入ってます。中がこういう感じだ、家っぽい感じ。
すごいいっぱいステッカーが入ってる、嬉しい。これが蝶々、クマさん、おお、おしゃれだわ。コラージュにそのまま使えそうでいいですね。とは、結構大きめのこれ、なんとお城みたいな感じです。素敵。あ、かわいい。透明のこういうステッカーも入ってます。かわいい猫ちゃんがミシンかけてる。え、これすごい、ドドーンと。これステッカーなんですね。めっちゃ素敵。結構大きいんですよ。これ初めて見た。かわいい、写真のようですね。すごい、うん、これはいいな。ドトンと使える、こういう感じのボタンみたいな。レース、あ、カーテンだ。はい、すごい大量にありがとう。これすごいですね、このステッカー。女の子がドドーンと。すごい大量にありがとう。で、続いてどっち行こうかな。まだまだあるんです。どっち行こう。これ気になってる。これ行こうかな。じゃーん。キキララちゃんのこの大きい大きい袋です。すごくないですか、これ。どうしたんだろう、この。かわいい。で、画面に入れないくらい大きいです。すごい大きいんですよ。じゃーん、すごい、スイマーが見えた。すごい嬉しい。これもすごい可愛いですね、この袋。ありがとう。すごい、さ、あ、これ。じゃん。すごい。なんて奇遇だわ。私ね、ちょっと、私も変えたんですけど、すごい。スイマーだ。いやー、すごい。え、しかも、かわ、あ、これ。あ、これあれじゃないですか。スイマーとあれのコラボのクリア。そう、これも買えなかったんですよ。あ、嬉しい。もうちょっと興奮してしまった。靴下から見てみよう。昨日ちょうど私がこのラッピングペーパーの動画上がってるはずなんですよ。あ、かぶったって思ったかな。いや、全然これはかぶって嬉しすぎるんですけど。かわいい。え、これ見てください、ここ。耳がある。耳なのかな？あ、足だ。いや、かわいい。これは嬉しい。スイマーの靴下。かわいい。いや、これは嬉しい。もう早速明日から履こう。なんかね、しかもちょっとふかふかしてる。ありがとう。すごいかわいい。さすが、わかってるな。で、これが、これ嬉しい。これ買えなかったんですよ。もうこれ、え、お店に行ったのかな？すごい。あ、2枚も入ってる。え、ありがとう。クリアファイル。クリアファイル。これか、クリアファイル。スイマーのコラボだ。嬉しい。
すぎる。え、お店に行ったのかな。やっぱりみんな好きなものが似てるからチェックしてたのか。すごいわ。いや、これ嬉しい。ラッピーかぶったけど、これはねもう、うん、貴重すぎるから、あのお一人様2点だったから2個しか私買えなかったんですけど、そう、嬉しい、ありがとう。じゃじゃん。で、このスイマーのちょっと興奮してるけど、スイマーの巾着 L ですって。嬉しすぎる。でもスイマー私外れがないのでね、全部かわいい。あ、結構大きめのこういう感じでかわいい、大きめの巾着ですね。ありがとう。これはかわいい。スイマー、もうスイマーってだけでテンション上がりますもん。ありがとう、すごい嬉しい。なんかキキララちゃんの袋だったからキキララちゃん関係が入ってんのかなと思ったら、まさかのスイマー、ありがとう。すごい嬉しすぎる。レノンがめっちゃ見てる興奮してる私を見てます。はい、続いて、いやすごいな、これすごくないですか。もう毎回毎回嬉しい次これいこっかな。これすごい素敵なんですけど、このバッグすごい。これめめさんのラッピングペーパーなんですけど、なんていうんですか、これビニールがかかってるんですよ。どうやってかけたのって、もう不思議でしょうがない。でここにはじゃーん、これまたすごい、すごくないですか。この中までちゃんとラッピングペーパーになってて、あ、ラッピングっていうかあのビニール、この持ち手があって、これ普通に持ち歩ける、素敵ですね。で横まで可愛い。どうやって作ってんだろうまじまじ見ちゃう。あ、横にもいる、可愛いすごいな。ちゃんとこうやってなんていうんですか、この波々の貼って、すごい。ここにもね、こうやって女の子つけたり、さすがですね、これうまく使ってますね。合ってる、このメメさんのラッピングペーパーにこの女の子ね。でここがね、こうやってリボン、蝶々のリボン、すごい。これ私普通にこれ持ち歩きたいですもん。うん、かわいい、さすが。でこの中にはちょっとこうやってじゃん、きれい。まずこれから開けていきます。私のこの作るのにどれだけの時間を費やしてくれたんだろうと思うと本当に嬉しいですね。あ、ステッカーだ、こんな感じの初めて見た、素敵な、うん、すごい味があるステッカー、素敵。あ、かわいい、にしてちょうで使いたいです。すごい素敵、ありがとう。なんかこれおしゃれなね、女の人。なんかこうやって相当時間かかるじゃないですか、このいや、なんか嬉しい、すごいな。こちらです。なんかふかふかしてる。すご
こういうお花の素敵なラッピング袋にこうやってシールステッカー貼ってある。やっぱこの一手間がやっぱすごいなって思うんですよ。私もこの花がついてればこれでいいやってなっちゃうけど、この一手間がやっぱり開ける側はやっぱめちゃめちゃ楽しいですよね。これ何？なんかシャカシャカ、あ、何これ、あー、こういうのすごい欲しかったんですけど。私コラージュにこういうのを使ってる方がいたんですよ。こういう感じのペーパー、すごいすごいおしゃれだなと思って。なんて言うんだろうこれ、なんていう、わなのかな。そう、こういうのちょっと上級者だけど使ってみたい。すごいね、おしゃれにコラージュされてる方いてすごいと思ってたの。え、これすごいな、どこで買うのこういうの、おしゃれ。レースとは違うんですよね、網ね、おしゃれですね。これ使ってコラージュしてみたい。だからふかふか言ってたんですね。すごい、これエンボスの、おしゃれ、ありがとう。これはすごい嬉しい、貴重。あんまりこういうの見たことないから。なんか何染めって言うんだろう、なんかで染めたようなあれ、なんかなんですかね。なんかすごい、これ嬉しい。これちょっとうまく使ってコラージュしてみます。うん、自分が紙物やってるからこそわかるんですよね。このもうどれだけこれだけ用意するのがね、結構パニクりません？最後の方になると、作ってる最中というよりは、なんだろう、最後の方いろいろ出てくると、なんか何入れようとか、なんかわかりますかね。私だけかな。でもやっぱりすごい楽しい。やっぱりね、これだけ、なんて言うんだろう。うん。すごい楽しいんですよね。すごい、ありがとう。これは使ってみよう。これがね、ちょっと重たい感じで。ほら、うさぎちゃんがいる。このリボンさっきもあったけど、すごい綺麗ですよね。これちょっとほんま開けちゃおう。この包装紙こんなでかいのあるんですか、このレトロな、初めて見た。折り紙では見たことあるんだけど、レトロな、このこんなでかいのがあるんだ。じゃーん、あー、かわいい。あ、スイマーだ、スイマー、めっちゃかわいい。またスイマーなんですけど、嬉しい。え、すっごいかわいい。ノートだ。じゃーん。ピンクノートでした。かわいい。私が好きなピンクのバラとクマ。めっちゃかわいい。スイマーだ。しかもこっちにもスイマー、え、こんなにスイマー、さっきのもだけど、ありがとう。嬉しい。しかもこれ持ってない。スイマーといえば私このウサギのイメージなんですよ。あとクマちゃんね。嬉しい、これ、いや、スイマーパレードだわ、嬉しい。考えてこうやって選んでくれて、もう嬉しすぎる。かわいい、これがすっごいかわいいんだけど、リングノート。これ日付も書けるから、いろいろ、いや、何使おう。すごい、ありがとう、めっちゃかわいい。もうどれもこれも嬉しい。これいこうかな、
これです。これが終わりですね。これで最後ですね。あとラッピングペーパーがあるんですけど、最後こちら開けていきたいと思います。これもまたすごい予感、かわいい、すごい綺麗に貼ってある。じゃーん、またまた素敵な、すごいすごい、これ感激しちゃった今。このなんていうんですか、これ自分でつけたんですよね。10時10分すごい、この発想がすごくないですか。私感激してるんですけど。10時10分、私の車のハンドルの持ち方です。10時10分すごい。これパンチで作ったお花じゃないですかね。すっごいな。でオープンします。じゃーん、かわいい、クマさんが出た。あ、入浴剤だ。しかもキナイ、キン、クナイプ、クナイプ、大好きなクナイプ。あ、嬉しい、これもほんと好き、ありがとう。これね、もったいないからちょこちょこって入れていくんですよ私。ありがとう、すごい嬉しい。しかもね、このひと手間ね、やっぱすごいな。嬉しい、ありがとう。でね、このクマさん、ここにこうやってポケットがあります。クマさんの、でここにはメモかな、メモ、おしゃれなメモ、ありがとう。めちゃめちゃおしゃれ。でこれがここに、このポケットもすごいな。でクナイプと、じゃーん、かわいい。うん、仲良く仲良く、これからもずっと仲良くしましょう。可愛くないですか、これ。なんて言うんですか、これ。押しピンにこうやって、あ、お花つけてる。やっぱ発想がね、ちょっと違うんですよ。可愛い。ね、こういう。あー、すごいな。綺麗なラッピング。なんかね、ちょっと重いんですよ。あれちょっと待って、なんか今ね、重いんですよって言った瞬間ちょっとあれと思ったんですよ、やっぱりまた豚かわいい、ありがとう。もう私これ大好きで、この豚ちょっと待って、笑っちゃったこれね、私今玄関に飾ってるんですよ。なんでかっていうと、この陶器とかがガラスの豚って玄関に置くといいんですって、風水的に。これも置かしてもらおう。ただちょっとこの子太りすぎじゃないですか、この豚ちょっと待って、ウケるちょっとこの子太りすぎですよ、この豚さん。なんか今ね、重いなと思った瞬間ちょっと思ったんですよ、豚。ありがとう、これかわいい。またね、これ玄関に、うん、大豚として置こう。後でちょっと動画撮れたら撮るんですけどこの子も仲間に入れます。でもちょっと太りすぎだな、この子ねなんか今重たいなって言った時点であれと思った。でね、ここの、じゃーん、はい、ここにも豚さんです豚好きだわね。あ、これも押しピンだ
ここにはすごいな、こちらの世界へようこそ。何？こちらの世界へようこそ。え、これさっきの、あ、仲良くしましょうって、豚と仲良くしましょうってことなのかな。え、何？こちらの世界へようこそ。この推しピンも見てください。これ蝶々がついてます。おしゃれだな。え、何？こちらの世界、あ、さっきのおしゃれな、これこういう使い方もいいですね。こうやってコラージュに使うことばっか考えてたけど、この白押しの、え、何？こちらの世界へようこそ。怖いわ見るのちょっとまたまた豚じゃないですか。え、かわいいめっちゃかわいい。もうこちらの世界にいましたけど私ちょっとこれかわいすぎる。あ、これ両面テープで貼れるんだ。すごい。かわいいじゃないですか。もう私ここを踏み入れてますよ。こっちの世界に。うん。踏み入れちゃってますけど。かわいい。これなんかカップルみたい。大豚と。ありがとう。もうこちらの世界にいるから大丈夫。さすがだわ。もうこれ豚さんにこちらの世界へようこそもういるけどね。え、面白くないですか。もうこういう楽しいのがすごい面白い。これかわいいからこうやって、さすがだわ。これね、前にもねこの豚さんシリーズをいただいてめっちゃかわいかったんですよ豚。受ける、こちらの世界へようこそ。ずっといますけど、はい。でこれが仲良くしましょう。うん、ん、どこだっけ、これか。いやー楽しい本当に楽しい。はい、こんな感じです。かわいい、ありがとう。もうこういうのがほんと楽しい。ね。ありがとう。すごいかわいい。これ私感動したな。10時10分。3時のおやつとか。でもあえて10時10分。面白い。さすがだわ。いや、すごい楽しかった。いや、もうね、なんだろう。ほんと、笑いあり。涙はないけど、笑いあり、笑いあり。いや、でも涙はね、ちょっと感動しすぎて、うん。泣いてはないけど、感動はすごいしました。だってもうこれだけですよ。これだけのもの、どれだけの時間かけて作ったと思うと、紙物やってる人ならもうわかると思うんですけど、うん。もうこの一手間一手間がもう、ほんとすごい。ありがとう。どれも本当に宝物。うん。あと、あの、ラッピングペーパーが、すっごい、大量にあるんですよ。こちら、ラッピングペーパー。これどうしようかな。もう1時間。今でも1時間半でしょ？でもこのまま行っちゃおうかなと思うんですよ。ちょっとラッピングペーパー、まあ、早送りしながら、一枚一枚見ていこうかなと思うんですけど、はい、もうとりあえず今ねこの時点でここの机には乗らないので、ちょっとこれを片付けてからこのラッピングペーパー紹介していきますね。はい、それではね、こちらのラッピングペーパーをお裾分けしてくれたのを見ていくんですけど、もうねすごい大量なのでちょっと早送りにはなるんですけど、
一枚一枚見ていきたいと思います。これね、この一手間が嬉しいんですよね。はい、あ、これ追加ペーパーとロフトの日、そう、手紙に書いてあったんですよ。なんかロフトで非売品のいただいたみたいで、これかな、シルバニアファミリーの、あ、違う、これは入れてくれたのか。あ、これかな、ロフト、あ、ロッテ、あ、違う、私ロフトとか言ったけど、あ、ロッテリア、ロッテ、ロフトじゃなかった、ロッテだ。ロッテのこの非売品のカレンダー、かわいい、卓上カレンダーが作れるんですね。ありがとう、ロッテ、ありがとう。持ってんのかな、いただいちゃっていいのかな。あ、これもロッテって書いてある。あ、これも、へえ、あら、かわいい、めちゃめちゃかわいい、シルバニアファミリーの、ありがとう、嬉しい。ロッテ、ロフトじゃなかった。見ていきます。すごい、私気に、これに使ってたやつだ。これすごい好きな感じのペーパーだなと思ったら、お裾分けしてくれました、ありがとう。これめっちゃ可愛いですね、これ可愛い、これすごい可愛い、ありがとう。これは貴重だわ、私なんかうまく使いたい。
すごい、めちゃめちゃたくさんのラッピングペーパー、ありがとう。すごい、私どれも持ってないものばかりで、すごい嬉しい。こんなに大量でした、ありがとう。これはちょっともうどんどん使わせてもらおう、うん、はい、こんな感じで、ちょっとすっごい長くなってしまったんですけど、なんかもうこれはゆっくり紹介したいと思って、はい、もう一つ一つがもう手が込んでて、本当にもうじっくり見ちゃいました。すごい、本当にありがとう。本当にね、もう楽しかったです。本当にもうこれ本当に今度参考にさせてもらおう。とにかくね、発想がね、やっぱりすごい楽しいし、うん、凝ってるし、本当に楽しかったです、ありがとう。本当に貴重なものからね、ユーモアあるこの目とかね、すごい楽しかったです、本当にありがとう。めちゃめちゃ本当に、うん、いい記念になりました。はいはい、本当にありがとうございました。もうこれをね、またあの、うん、いろいろ使うのも楽しみです。はいはい、今回はすごい長くなってしまったんですけど、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。